スーパートペーパーラテーパーイハプレギョリブルライヤー。はい、どうも皆さん、こんにちは、ベルサスです。というわけで、今回もスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。今回はですね、こちらの赤髪のトモさんの投稿したコースやっていくんですが、実はすいません。一回クリアしています。撮影データが吹っ飛んじゃいましたんで、もう一回やりたいと思います。赤髪のトモの笑い声からやっていきましょう。すいません。初見プレイじゃないんですけども、やっていきたいと思います。一応、事務所の先輩なんで、ちょっと敬意を込めて、やっていきたいと思います。さあ。もうこれね、これこう分かっちゃってるからな。分かっちゃってるけど、普通に最初に死ぬっていうね。はい。はい。はい。ちょっと待って、ここじゃない。はい。はい、OK。はい。OK。で、これでもう一回くるってするのを待っていて、よいしょ。で、クッパが通り過ぎたら、はい。で、ここで、で、ここは突っ切る。はい、オッケー。で、その後、ここを通って、よいしょ。はい。はい、オッケー。で、はい。で、ここにあるから、これを通って、はい。で、次、ここは、一回ここを落として、で、乗って、で、しゃがんで、で、落として、落として、上げて、よいしょ。で、これね、やばい！いやー、ミスった、これ。これ、復帰できねえよな、多分。できないか。いや、ちょっとミスったな。滑っちゃったな。しゃあない、しゃあない。まあ、しゃあない。オッケー。あぶね。ちょっと待って、ここ、乗れたのと、オッケーオッケー。で、ここで、大ジャンプ、オッケー！ふぅオッケーです。まず1個目は、まあ、これ1回クリアしたことあるからね。で、続いてこちら、マインクラフトコースということで、これね、中間地点まで行った時に、撮影データが飛んじゃったので、まあ多分、そっからスタートか頭からスタートかはちょっと、わかんないですけど、やっていきましょう。0.何%ってあったぞ。そんなに難しいのか。まあ、確かに後半難しかったからな。さあ、どっからスタートだ。あ、こっからスタートか。OK です。じゃあ、やっていきましょう。よいしょ。まず、ここ取って、はい。はい。はい、OK。あぶれ。あぶれ。OK、OK、OK。オッケー。で、ここは。あ、これ。いや、ちょっと先にこれ。いや、ちょっとこれは、やり直そう。OK。 ここは一回小さくならないといけないんだっけか。 OK。 で、小さくなって火が消えるの待って、ちょっと待って、ここうまく入れるかな俺。はい、 OK。 OK、 うまく入れた。あぶねー。ここがちょっと厳しいんだよな。
オッケー、とりあえずここまで来れた。こっからが厳しいんだよな。こっからが難しい。あー、マジか。オッケー、ここが俺わかんねえんだよな。どっかなんか逃げ方とかないのかな。待って、緊張する。あ、待って、すげえ緊張する。あぶねえ。いや、ここまで行ったの俺初めてやぞ。やばい、ちょっと待って。ここね、ここクリ、ここね、中間がなんかあってほしい。俺もうあそこ二度とやりたくない。いや、ゴールか？ゴールか？ゴールか？ゴールなのか？ゴールであって欲しいんだが。いや、待って、これなんかありそうだなぁ。いや、なんもなかった。危ねぇ。あー、しんどー。いやー、クリアできた。よかった。よかったです。いや、3分55秒ってあるけど、実際もっとかかってる。いやー。はい、続いて、初中見舞い、申し上げますということで、これ新しいステージっぽいですね。2017年16時3分なので、これ撮影の2時間ぐらい前に、もう投稿されたばっかで、多分、動画もまだ投稿されていないんじゃないのかな。で、まあやっていきたいと思います。クリア率 3.38%。まあどっちかというと楽みたいな感じですね。やっていきましょう。ベストタイムが11秒なんで、結構早く終わるのかもしれないですけど、うせやろ。どうしろと。え、これどうすればいいの。動かなければいい。動いたら負けじゃん。ジャンプか。ジャンプすりゃええんか。はい。いやー、お前ら魚。お前ら魚。マジで、こっちが真剣にさ、集中しとんときに、おい、何やらしてくれとんじゃん、お前。え、嘘。そんなタイミングになる。判定めちゃくちゃ厳しくない？あー、危ない。はい、オッケー。もう突っ走。つっぱ、あーっと、ペーパーラテーファイハプレギョリブルハイヤーえうっすく。オッケー、もうこれは余裕のうっちゃいんかでしょう。いやっほーいや、あそこのジュゲームはもうね、乗ってくださいって言わんばかりのものでしたよ。いや、結構時間かかったけど、まあ、全然。いや、楽しかったです。他のステージよりかは難しくなかった気がしますね、やっぱり。はい、ということで以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。そして赤組のトモさん、高制作お疲れ様でした。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。